マッサージ、マッサージは皮膚に急進的に手術することにより主に静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージはフランスで生まれた手技療法、マッサージを指すが同様の効果を得られるものとして体式や挑戦式のマッサージ、アンマと呼ばれるものは除くも便宜的にマッサーと呼ばれる。 マッサージはヨーロッパ発症の主義療法である。マッサージは厳密には指先などの末梢部から心臓に向かって手術を行う。あんの手術はその逆となる。マッサージには静脈やリンパの滞りを改善しその流れを促進する効果がある。スポーツ、運動時前後には筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。 他にマッサージによる適度な刺激などにより緊張の緩和をもたらし筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う等がある。マッサージは通常医療の場でもリハビリテーション等々、代替医療の場でも様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形、セルフマッサージでも行われている。 マッサージはギリシャ語のマッシー、モム、ラテン語のテ、アラビア語のマス、オス、ヘブライ語のサワルが語源とされる。古代ギリシャの医師であったヒポクラテスは医学を志すものに対してマッサージ技術の習得を奨励していた。16世紀後期、フランスの医師であるアンブロワーズ・パレがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中に マッサージの効力を強く主張するに至った。この主張によってマッサージ療法は医療法としてだんだん見直されるようになり医療として広まっていった。18世紀から19世紀頃になるとスウェーデンのパー・ヘンディックリンが治療体操を用いてマッサージについても研究をしスウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、 ポルトガルなど、欧州に広まっていった。その後、マッサージ量が医療術の一つとして現在に至っている。マッサージチェア、自動マッサージ機とも呼ばれるとは、内蔵された突起が稼働し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されているほか、主に銭湯、温泉などに有料で設置されていくことが多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、 足を入れて、足裏をマッサージする、もの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉み方をするようになった。日本においてはもともとあんが用いられてきた。明治時代、軍医である橋本城明が、フランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。現在、 運動前後に筋肉を返すためにマッサージをすることも多い。現在のアンママッサージ施圧師、し、針師、休止等に関する法律においてアンママッサージ施圧師し免許もしくは医師免許、ともに国家資格がなければ日本においてマッサージを行として行うことはできないとされている。日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが 欧米より日本に伝わって以降、主義自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも日本国民は当然のこと繰り返していたことであった。法定義されていない理由として当時主義を使って人体表面を刺激する他の主義量があんまマッサージしやつしが行う主義両方以外日本国内には存在せずわざわざ アンママッサージ施圧つし、針し、休止等に関する法律で法定義をする必要がなかったのがその理由である。看護師に関して、マッサージは臨時実習において、看護学生が安楽確保の技術として、教員や看護師の助言、指導により、学生が単独で実施できるものとして、検討会で出され、看護師の基礎教育の中で行うことが望ましいと、されている。 法律での定義はされてないが、無資格者マッサージ手術で A1 を摘発するにあたり、厚生労働省は、マッサージの定義を体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為と回答している。また厚生労働省は、無免許あんま市の取締りの疑義紹介と、あんまマッサージの定義について、下記の通り公文書にて回答している。清水簡易裁判所。 判決、昭和34年、650号、下級裁判所刑事罪判例集1巻1千2 1 4 4ページにおいては次のように判示している。名称の遺憾に関わらずマッサージを行とできる者は、医師以外では、アンママッサージ施圧師の有資格者のみである。しかし、アンママッサージ施圧師、ハリ氏、救死等に関する法律には、アンマや、マッサージの行為、 方法の定義がされていないため、職業選択の自由もあり、整体やカイロプラクイック、足のツボ療法、リフレクソロジーを含むリラクゼーションなどの看板を掲げ、無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たず、また、柔道整復師による保険を利用した激安マッサージも問題になっている。上記で注意が必要なのは、 厚生労働省通達によると手術行為自体で違法とはならずとも、あんまマッサージ、止圧を標榜して、類似行為を行えば、あんまマッサージ止圧し、針し、休止等に関する法律の違反となる見解を示している。柔道征服師、理学療法士及び助産師が行うマッサージに関しては、趣味療法を参照。対応国には、 スコータイ王朝時代に確立されたと言われる太鼓式マッサージがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。